では今回は、バスプで使う入力ファイルの作り方を説明したいと思います。まずバスプで計算するときには、結晶構造の入力ファイルを作る必要があるんですけども、それは、シフツシェルというネット上で見つかるものを使います。ネットで検索してシフツシェルと入力していただけると出てきますので、このシフツシェルを使って、行っていきます。でそれで、空間スーパーセルの構造を作るのもなかなか大変なんですけど、 Win2K でのスーパーセルの作り方を見ていただければいいんですが、 Win2K ですとこのようなスーパーセルも簡単に作ることができます。今回はさらに原点の位置に鉄を置換したものを作っています。でこのファイルをまず、Vesta で、CIFのファイルに作り直します。まず、このファイルにまず行きますけども、ホームホルダーのバスプの Win2K のちょっとこれ消しましょう。ニッケル鉄ありましたね。これこちらですね。でこちらのストラクトというものをここに入れればいいです。そうするとこちらに入ります。でこれを、エクスポートデータで CIF というファイルにして、まあ、デスクトップでいいと思うんですけど、デスクトップにセーブします。そうすると、ここにできてますね。でもう一度ちょっとちゃんと動くかどうか確認してみましょう。このように CIF のファイルの CIF の形式で、構造ができてます。できてます。でこの後に、CIF2 シェルというプログラムを使います。 CIF2 シェルは、セットアップすると、まずはターミナルを開いて、セットアップができているとターミナルを開いて、そして、こちらのコマンドですね、CIF2 シェルから、-p の、バスプのといったこの長いやつ、こちらを、まあ、同じように知っていただければいいんですけど、作っていただいて、はい、入力していただいて、この部分、残りの部分のバスププシュードライブラリー、libdr というのが、ギポテンシャルの入っているファイルです。今回の場合は、ホームのバスプの、ラージバスプの、ポテンシャルの PBE というところに入っています。ちょっと例として見てみましょう。ホームのバスプの、さらにバスプの、ここに PBE というのがありますね。でここにポテンシャルファイル。このファイルから、ポテンシャルを取ってくるようにというふうにプログラム、シフトシェルがしてくれます。そしてこれを、-f というところまで、コピーしてペーストします。そしてここの後はスペースをして、この先ほどのシフファイルをここの中に入れてエンターをします。そうすると、ホームフォルダーのところに、ポジションとポテンシャルと K ポイント、この3つのファイルができます。でこれをまたバスプで計算したいファイルの中に計算で使っているファイルの中に入れてもらえばいいです。そうですね。ちょっとなんかうまくいかないですけど、例えば、バスカルキュレーションというファイルを作っておいて、この中に、例えば、クリエイトフォルダーでニッケル鉄と。でその中に、これ生成されたこれを見ます。それで、ちょっとだけ解説していきます。まず、K ポイントですけども、 K 点は、自動的にこちらに書いてあるように、オングストローム 0.2 で、区切られるように自動的に生成されますので、あまり気にする必要はありません。もし書き換えたいというのであれば、こちらのガンマを M
にして入力しますと、スペシャル経点の計算になって、計算が早く、精度の高い計算をすることができるようになります。ですので、まあ、M でもいいですし、ガンマですね。 M というのは詳細にはどういうことかといいますと、もうマニュアルを見ていただくと、実は詳細が、書いてありまして、あ、ちょっと今すぐにはちょっと見つからないですね。ちょっとすいません。あ、こちらのあれですね。ガンマ点のセンターグリッドなんですけども、これが別の方法で作ることもできるとも書いてありますね。この M というケースということですね。あ、モンクホーストパック法ですね。まあ、すいません、忘れてたんですけど、モンクホーストパック法だって、経点指定することもできます。それは、まあ、M を頭文字に入れればいいです。今回はその例として M としてみましょう。そのままでも変わ問題ありません。で、次に、POS、CAR、まあ、ポジションカードだと思うんですけど、こちら見ますと、原子座標、方指定数と、あ、まあ、本当はあれですね、ベクトルですね。ベクトルと、原子座標が入力され、自動的に入力されています。で、ここの、まず格子、ベクトルの、格子ベクトルと、あとは、こちら倍率なんですけど、格子ベクトルの倍率、そして、格子ベクトル、そして、構成される、原子の数です。31個と1個になってます。何か間違えてないといいですけど、本来はこちらには31って原子番号がちゃんとして入るはずなんですけど、ポジションカードを見てみましょう。ポジションカードは、POT か CAR、まあ、ポテンシャルカードなんですけども、ポジションじゃないですね、ポテンシャルカード、こちらは、ギポテンシャルのデータが入っています。で、上見ていくと分かるんですけども、ニッケルがちゃんとなってますね。そして PE というのは、交換相関ポテンシャルで、ウィンツゲで使われるような GGA、PB と一緒のこと、同じことです。で、ニッケルのデータの後に、鉄のデータが入っているはずです。ちょっとすぐに出てきません。あ、こちらにありますね。こちら、そのすぐ後に、鉄のデータが入っています。これも、PBA、GGE でできてますね。では問題ないですね。で、この順番に、こちらも並んでいて、ニッケルが31個で、鉄が、1個。こちらから順番に並ん、こちらまでが、ニッケル。そしてこちらが鉄というふうになっています。で、計算を走らせるにはあともう一つだけ、ファイルが必要になります。で、それは、こちらの、第一原理計算入門というのを Google で入ってもらって、VASP の、これはインプットカードだと思うんですが、インプットカードのフォーマットのところに入ってもらいます。ここに SCF と書いてあるこちらの部分を、こちらがここまでをコピー&ペーストすればいいです。今からちょっとやります。 Create ドキュメントのエンプティファイルで、incar と入れてこれを開きます。そしてここからここまでをコピーしてペースト、そしてセーブです。これで、OK です。で、これはどういうことになっているかといいますと、まあ、一応コメントがあるでついてるんですけども、スピンを入れた計算でということですね。そして SCF 計算にさらに、格子乗数と、そして内部の、構造最適化を行うというようなオプションがついています。で、これでやれば、計算すればいけます。ではちょっと実際に計算してみましょう。まずターミナルをもう一度開いて、そして、CD スペースのこちらのファイルにリンクするようにします。例えばこうして、ホームバスプのラジバスプのバスプカルクの NIFE なんですけど、余分なものがありますのでここを削ります。そうするとここの、ディレクトリと、まあ、こちらが対応するようになります。それであとは、バスプの計算用のコマンドを入力すればいいです。ちょっと私もだいぶ
忘れてしまっているので、コマンドは、あ、ちょっと待ってくださいね。こちらにありますので。で、コマンドですけれども、コマンドは、まずはこちらのエクスポートの OMP、アンダーバーナンバースレッズの1というのをまず入力してもらいます。でこれは、スレッドの計算を1にするということです。でこの後 MPI 並列をします。で、MPI 並列は、こちらにあるコマンドになります。一回入力してみましょう。コピー&ペーストでもいいんですけど、 MPI ランのスペースハイフンMP、ハイフンがバーかな、バーかもしれない。NP で、スペース4。で、これで4コアの計算ということです。で、この後に、バスプのプログラムが入っている場所を入力します。ここの PC の場合は、こちらのところに、入っています。もしこれが、めんどくさけ、これがよくわからなければ、具体的には、辿ってもらえばいいです。こちらの、ホームで、バスプで、バスプのファイルの 5.2 というところの、さらに、この中に、実行形式の、ものが入っています。これですね。これが入っています。これを使いますよということを、ここに指定しているだけです。例えば、これがめんどくさければ、こういうふうにしていただいても動きます。ではちょっと計算を走らせてみましょう。でこのようにして、計算が走ります。でこのようにしていただければ、いろいろな計算が簡単にできますので、バスプでいろいろ、いろんな置換した系を計算していただいて、形成エネルギーを計算していただければと思います。今回は以上で終わります。